北アメリカプレート北アメリカプレートはアイスランド西部グリーンランド北アメリカ大陸及び東シベリアから東日本にかけての近く及びマントル神型のリソースフェアを形成する大陸プレートである北米プレートと呼称されることもある過去には東太平洋では太平洋プレートとファラロンプレートが海嶺から東西に広がっていたと見られているしかし その海嶺は次第に東へずれていき北アメリカプレートの下に沈み込み始めると同時に衝撃によりいくつかのプレートに分かれた。現在残っているファラロンプレートは完全に北アメリカプレートの下にありカリフォルニア湾やサンアンドレアス断層を形成している。ファラオンプレートから分かれたファンデフカプレートは大部分がすでに沈み込んでいるが一部はまだ 太平洋の海底にある。また、同じく分かれたと見られているのが、ココスプレートとナスカプレートである。日本の本州中部のフォッサマグナ地域から、日本海東部、マミア海峡、ベルホヤンスク山脈、チェルスキー山脈、北極海、グリーンランド海、アイスランド、大西洋中央海嶺にかけての広い地域で、ユーラシアプレートと接している。日本付近では、 日本海東円変動帯で互いに衝突していると見られているが、シュベリアから北極海にかけてはどのように接しているかがまだはっきりとわかっていない。なお、東日本が乗るプレートについては諸説あり、北アメリカプレートとする説の他に最近では、カムチャツカ半島異星は独立したオホーツクプレート、あるいは同じく独立したアリューシャンプレートとする見方がある。 アゾレス諸島付近から北海域線付近まではアフリカプレートと接している。また北海域線付近からリーワード諸島付近までの地域では南アメリカプレートとダイアンティル諸島からユカタン半島付近までの地域はカリブプレートと接している。メキシコ南岸の中央アメリカ海溝では北アメリカプレートの下にココスプレートが沈み込んでいる。同じくカリフォルニア半島から アラスカ半島、アリューシャン列島、カムチャツカ半島、日本列島にかけての太平洋沿岸の全域で太平洋プレートが沈み込んでいる。バンクーバー島周辺ではファンデフカプレートが太平洋プレートと接しており、大部分が北アメリカプレートの下にあるが、一部は太平洋の海底に露出している。日本の相模トラフではフィリピン海プレートが沈み込んでいる。 ありがとうございます。